はどう考えるやろう。さあね、あ、いい気分じゃないのは確かだね。もしかしてお前さんも戦いたくないなんて言い出す気かい。いや、殿の天下のため、この戦は避けられない。ならばこの超支流鬼神となって戦おう。頼もしいね。まあわしらであのお優しい殿を天下まで引っ張っていくや。洛城を取り、生徒攻略の共闘補とする。嫌な場所だね。ここで待ち伏せでもされたら。まずいかね。落砲派に砲塔死すなんて勘弁だね。
かですね。ありがてえ、援軍か。楽しい援軍よ、一気に押し返せ。超人をおびき出し捕らえるのです。落城を叶え、落砲派まで引いてください。恐れをなしたか、劉備が逃げてゆく。私の相手が務まる方はいますか。諸葛亮、何するものぞ。私が撃ってくれる。高名な軍師殿は腰抜けか。さすがは超人、ここは引かせていただきましょう。逃がすか。待て、万夫不当の豪傑よ。敵将撃っとったり。我らも遅れを取るな。撃っとったり。
すがですしまいましょう。
まずは全軍で霊領を攻めます。後趙雲殿は慶陽、趙飛殿は武陵へ。私が蹴散らしてくれる。予測の範囲は問題ありません。負けてらんねえぜ。負けてらんねえぜ。金仙様、民を思えば降伏すべきです。ふん、劉備ごとき返り討ちよ。開門。勝てぬ戦はせぬ。門を開けよ。バカな、劉備なぞ俺が蹴散らしてやる。貴様ごときに負けはせん。さあ勝負よ。
だ終わるわけには。なり申した。反雲長、今参りますぞ。各軍、速やかに転進し、敵の増援部隊を迎え入れて。怖いぞ、心してかかれ。そなたこそ、万夫不当の呉服というらしい。なのか。我らも遅れを取るな。
弓なら負けねえんだがな。聞かせていただく。
出過ぎです。次長なさん、ですね。
官室復権の大義のため生徒を落とし職を手に入れる。なんかやけに静かな森だ。メンチクの盗難に破片を反射して離間隊をそこへ誘い込む。貴様ごときに負けはせん。
も行くぞ。僕の御仁と聞いていたが、残念だ。はあ、劉備、正しき義のもと貴様を討つ。まずい。敵の増援はこちらを叩くつもりだ。至急救援に駆けつけよう。手強いですね。心して入りなさい。我が正義の刃、受けてみよう。さあ、勝負よ。Yeah.
このまま。するなど殿には正義にも負けない大義があるの。来なさいよ。その大義あなたが自分で確かめるといいわ。いいだろう。貴様らの大義見届けさせてもらう。
ぞ。乱世